どうもこんにちは。今回はですね、ハンモックスタンドの DIY をしてみました。ネットで見かけた情報をもとに DIY をしてみましたが、とても簡単だったのでご紹介したいなと思います。ハンモックスタンドを作るメリットとしては、木を2本探す必要がないということ。ハンモックスタンドだけで設営ができますし、1本の木とハンモックスタンドでつなげることもできます。木と木の間につなげる必要がないので、乗った時のですね、開放感も素晴らしいです。設営するにあたってですね、5メートルぐらいの幅は必要になってきますが、とても便利で簡単なものだと思いましたので、作り方を見てみましょう。ハンモックスタンドの材料なんですが、こんな感じになってます。まずこれが木材ですね。横幅が4センチの、厚みが3センチ、長さをですね、150センチにカットしてもらってます。カットはホームセンターでやってもらったんですけども、それプラスですね、端から10センチで、ちょうど真ん中の部分1センチの穴をドリルで開けてます。ホームセンターでですね、ボール板が借りれたので、ボール板を使って穴を開けてるんですけども、今回の DIY でですね、一番めんどくさいというか、工具が必要になってくるのがこの穴開けの作業だと思います。1センチの太さはですね、これを通すために開けてます。これがですね、ちょうど1センチの太さなんですけども、アイボルトというやつで、ここがボルトになってまして、この長さなんですが、先端からの長さは8センチぐらい、ここぐらいまでが8センチですね。で、全長が12センチとなってます。で、このアイボルトに、ワッシャーとですね、ボルトがついてます。ちょっと今ボルトがないんですが、この先にボルトがついてるような形で売られてます。で、それとは別にですね、こちらを買いました。ステンアイナット M10 というやつで、ここにネジが切ってありまして、この中にね、ちょうどはまるようになってます。で、耐荷重としてはですね、両方150キロとなってます。こちらはですね、ステンレスのものとスチールのものがありまして、値段はですね、スチールのものの方が安いです。安いんですが、やっぱりね、錆防止ということで、両方ともステンレスのものを買ってます。で、こちらのワッシャーとは別にですね、こういったバネ状になってるワッシャーを買ってます。でですね、 DIY としてはすごく簡単で、これ穴が開いてますよね。両方穴が開いてて、これで一組になります。このアイボルトにですね、まずバネ状になってるワッシャーを入れます。で、穴に通して、このアイボルトに付属してたこのワッシャーを間にかませます。こんな感じで穴に通して、で、またこちら側にもですね、バネ状のワッシャーを通して、最後にこちらのアイナットで締めるだけです。はい、これだけで DIY は終わりです。同じことをやってですね、こちらをもう一組作ります。さあ、それとですね、必要な道具なんですけども、まずはね、ガイロープ。ガイロープは今回は、ロゴスのものを使ってます。 5mm×22m というものを使ってますけれども、 5mm あればですね、だいぶ太いので、こちらで問題なく使うことができました。で、ロープはですね、好きな長さで切ってもらうとして、こちらをですね、2組用意します。で、最後にですね、地面に固定する用のペグなんですけれども、こちらはですね、40センチのものを用意してます。40センチのものを4本、片側2本ずつ使用します。このペグに関してはですね、今まで使ってたペグはだいたいこれぐらいの長さだったのかな、これぐらいだったんですけども、これぐらいだとですね、必ず抜けてしまうと思います。なので、抜けにくいようにですね、40センチのものを使用します。これもすでに1回使ってるんですけども、使ってみた感想としてはですね、まず曲がりませんし、地面にね、深く刺さってくれますので、抜けそうになるということもありませんでした。このペグはですね、スノーピークのソリッドステークっていうのかな、40センチのいわゆるソリステというやつを使ってます。さすがスノーピークだけあってね、曲がりませんでしたね。ただですね、僕が買ったお店では、1本913円ということなので、少々値は張るんですけども、ペグに関しては40センチはないとちょっと不安があると思います。
意外とちょうどいいぐらいかも。そういうことでですね、ハンモック揺られてますけどどうでしょうか。意外とね、これだけで何の問題もないですね。全く問題なくハンモックを楽しめてます。今ね、あそこのフック、あそこのカラビナに関しては、もう直接つないでるんですけども、あの辺にですね、ハンモック用のベルトとかを、引っ掛ければですね、まだね、横幅を長く楽しむことができそうです。この設営距離でですね、ハンモックスタンドとハンモックスタンドの間、いいのかなという感じだったんですが、単純にですね、何も考えずにハンモックを吊るしてしまえば、沈み込みがあるので、全く問題なく、使うことができました。まあ、見た感じだとね、だいぶ高そうな感じで、走り高跳びみたいなね、感じになっちゃうんですけども、普通にですね、足を投げ出せば座れるぐらいの高さになります。いいねー。普通だとですね、木が2本ないと、ハンモックというのは設営できませんが、そうですね、木が1本あれば片側だけを使って、こっちが木で、こっち側がハンモックスタンドっていう使い方もできます。そういう使い方だとですね、いろんな方向にハンモックを立てることができるっていうのと、木が2本なくても大丈夫です。ただですね、ペグを今回40センチのものを使ってます。40センチのものを使うので、そのペグが刺さるような地面でないとちょっと難しいっていうのはあるんですけども、まあ40センチであれば何の問題もなさそうです。で、この材料に使ってる木ですね、材料に使っている木も、ホームセンターでですね、適当に買ってきた木材で、4cm×3cm×180cm とかそれぐらいの長さだったんですけども、150cm の長さに切ってもらってます。まあ、150cm っていう長さはですね、まあ大体これぐらいあればいいんじゃないのかなということで、適当にカットしてもらったっていうのと、あと長すぎるとですね、車の中に乗せていくっていうのがまあ大変かなっていうのと、あとはね、木の強度ですよね。あまりにね、木が長すぎると強度的にちょっと問題があるんじゃないかなと思って、150cm という長さにしました。単純にその木のですね、端っこから10センチのところ、端っこから10センチのところと、左右から真ん中のところ、そこにですね、1センチの穴だったかな、1センチの穴を開けて金具を刺して、止めてるというだけなんですけども、もう全然大丈夫そうですよね。よいしょ。もうちょっと広げてもいいかな。まあ、これぐらいきつくしとけばですね、よいしょ、まあ、やっぱりこれぐらいの座面の高さになるので、まあ、こっちの方が過ごしやすいかな。
まあ、この辺はね調整しながらなんですけども、調整するのもすごく簡単なので、このハンモックスタンドはねかなりいいんじゃないかなと思います。また近々ですねこのハンモックスタンドに関しては、木の色を塗って、まあ、もうちょっとねこう渋い感じというか、そういった感じに仕上げたいなと思います。ということで今回は、ハンモックスタンドの DIY でした。それでは